七三の段、ごめんなれ。今少し遅くば、この首は飛んでおった。聞けば、そこの小十郎の助言に従い、服従を決意したそうじゃな。はっ。この政宗には、杉田家臣にて。許す。これよりは、君臣一体となって、わしを支えてくれ。ありがたきお言葉。伊達家は奥州を制覇した。だが伊達主従はあくまでも冷静だった。天下人豊臣秀吉と盟友北条家の力量を見極めた末、豊臣に服従し秀吉の北条攻めに駆けつける。この政宗の決断には側近小十郎の検索と最下孫一の力添えが大きかったという。自らの野望を隠し、政宗は小田原包囲に参加した。全ては伊達家の皆を守るために。主従の将、小田原征伐。地の小十郎、参ります。お派手に株交換。北条の構えを崩さない。なりゃ北条氏康もその子らも全て討ち取るまで。関東は北条が、わしらが死んでも守る。お前たちは道連れじゃ。時の声を上げよう。北条軍の戦意をくじくんじゃ。一夜で城を取るなんて、力とんでもねえ。みんなビビっちゃダメ。北条の結束、今こそ見せる時よ。我が子にしてくれるわ。前だけ派手に噛むぜ。ひるむな。まだ勝負はついていない。豊臣軍を迎え撃て。
てくれた。まずもう一押しじゃな。ちょっくら仕掛けりゃ門は開けるじゃろ。られると存じ、すでに城内に黒羽垣組を忍ばせてございます。刻めだ。お前じゃない。みんな下がって。ここは私が引き受けた。今だ！一気に城内になだれ込め！みんなも私の家族、絶対に守ってみせる！これも戦です。お許しください。いささかやりすぎてしまいました。熊の首、頂戴一致です。ほんとに震えじゃん。うがー、うわー、負けてたまるか。うちの死を助けてもっと盛り上げようか。派手に行こうか。死守するのみだ。よっしゃ、わしも動くわ。野田原城内に戦線を押し上げるで。小十郎、あっぱれな働きじゃ。その眼鏡キラリと輝いとるぞ。こうにしてくれるわ。やりすぎてしまいました。敵将を討ち取りましてございます。敵将を討ち取りましてございます。
情の精神万歳解剖すまんな兄者わしはここまでだ。解剖の一存他の者は関係ないゆえ寛大な処置を撃ち取ったり伊佐坂やりすぎてしまいましたか。天下天下とほざいて戦してる限りよ何万の民が傷つく泣いてんだよ。こいつらの涙全部見える覚悟はあんのか。俺が見定めてやろう。親方様抜け駆けはなしですよ。この小僧は音もしますから。私は最後まで家族を守りたい。だからお父様も守る。見せてもらおうか。今までに散った者の涙血全部わしの心に刻まれとる。ここでお前さんの魂も刻み皆が笑って暮らせるよう作ってみせるわ。敵将討ち取ったり耐え切れん聞かせてもらう。手出してくんなら獅子が極むくぜ。暴れたりないね。今日も歌舞いていらっしゃい。派手に歌舞くぜ。